裏投げの実演2018年、ブエノスアイレスユースオリンピックでの白による、フロントスープレックスのような裏投げ裏投げは、柔道で用いられる投げ技の一種である。行動官や国際柔道連盟での正式名、アイフ略号ウナ。元来は、柔道の技であり、投げ技の新捨ステミ技5本の一つである。投げの形は、投げの形の新捨ステミ技の2本目にある。 基本型は、プロレス技でいうバックドロップとほぼ同じ形になる。右組みの場合は、相手の右後方へと回り込んで、左手で、相手の腰を抱えて、右手を、相手の右脇下から通して、左襟深くを持つ。この体勢から腰と膝のバネを活かして、相手を持ち上げて、自身も、後方へと倒れ込みつつ、体を軽くひねって、相手を、自身の左後方へと投げる。 試合において、相手が兄に奥襟を取りに来た場合の組材や背負い、投げ、跳ね腰、内股、払い腰など相手が前回りばきで背を見せる技を仕掛けてきた際に使用されている。相手の体重をそのまま持ち上げる強い両力と足腰が必要となるため、大柄な選手が得意技とする場合が多い。ただし、持ち上げによる相手の無力化が不十分であると、 小内狩り等を合わせられて、逆にポイントを奪われる、危険性もある。肩車の動作で担ぎ上げず後ろに投げる方法もある。掛け方にも夜が受ける側は十分な受け身の取れないまま、落ちる場合があり、頸椎や肩などを痛めやすい。このため日本では安全性に配慮して、小学生の使用が禁止されている。新捨ステミ分類されるように真後ろに倒れ込むのが、 基本であるが試合やランドリ練習では、横捨て身技のように体をひねりながら、横向きへと倒れ込む場合もある。裏投げの名手として、斉藤仁とグリゴリー・ベリチェフがいる。鳥が頭部を、樹の横腰につけるなどして、両手で、相手の両膝裏を取り、樹を持ち上げた後、鳥の後方に反り投げ受けの背中から落とす相撲の、いそりのような裏投げもある。 抱え捨て身は両手で、相手の横帯を取り、胸を合わせて、体をひねりながら、斜め後ろに反り投げる、裏投げ。佐村海一郎は、裏投げについて、著書で、明治時代においては、竹内三刀流の裏投げといえば、各流派も一目置いたということであった。なぜ一目置いたかというと、一度、相手の体に抱きついたが、最後、決して離れないで投げられたと語っている。 ロシアの格闘技である散歩においても使用されている。膠着した、際の崩し技としての利用やタックルからの連携など、裏投げが有効な局面も多い。これについては、散歩のルールは、柔道と比較して、同意をつかむ行為に関する制限が少ないことが、要因として挙げられる。レスリングには反り投げと呼ぶ技がある。プロレスでは、ロシア遠征で散歩修行を行った。 長谷博ろと、飯塚隆が、裏投げを体得して、日本に持ち込まれた。他には、柔道家の翔太ちょちょしびりがアントニオ猪木との、一種格闘技戦で、千田お馬流裏投げ3連発でチョキから小勝ちしたことで、脚光を浴びた。プロレスは、基本的に、上半身は、無着意であるため、側面から、相手の脇下へ頭を潜り込ませるようにして組みつき、 片腕で首の付け根あたりをもう片方の腕で腰を抱える。主な使用者派正義。ありがとうございます。